どうもメンディーです。今回のムーブオンは子供から大人まで楽しめる街後楽園にスポットを当てて皆様と一緒に小さな旅をしたいと思います。さて、まずはここ東京大学の赤門。いやー、もうずっとこの場所に200年も約200年ある建築物ですが、あー、さすが興奮します早速ですが中に入ってみたいと思います。大学のキャンパスにイチョウ並木ってこう定番だよね。なんか公園とかで見るイチョウ並木とやっぱりちょっと違って、こう建築物とイチョウの木のコントラストがもうその大学館っていうのをね醸し出してるんだと思うけど、あ、私もしかしたら初めて来たかもしれない。石造りの建築物ってこう興奮するよね。これもどのくらいあるのかしらね。すごい。普通に散歩してらっしゃる方もいるんだね。なんかここはほら、さっき入り口で後楽園って大人から子供まで楽しめるスポットって言ってたけど、散歩してらっしゃる子供連れのね、お母さんなんかもさっき見かけたし、ここは、大人も子供も楽しめるような、まさにこう大学生ってさ、大人と子供のほんと境目の時期っていう感じじゃない。なんかそういうのをまた違う視点で感じられたな、来てみて。来ましたね、これがかの有名な安田講堂。ああ。すごい半世紀前、学生運動が盛んだった頃の映像をいまだにね、こうドキュメンタリーなんかでテレビやネットで目にすることは多いから、そのイメージがとても強かったんだけど、まあ今朝のこの穏やかな空気感からは想像ができないようなね、激しい時代背景がこのねレンガの一つ一つに染みついているような、そんな気すらしますね。
やっぱりもう黙々と時代がどんどん変えられてってるっていう気はするんだけど、何やともあれそういった歴史的なね、学び屋の象徴、こう安田講堂、来れてよかったです。ということで、次はここ小石川後楽園にやってまいりました。ちょっと大人な後楽園、早速中に入ってみましょう。朝一でやっぱ海外の観光の方もね多いみたい。あ、素敵だこの地図、木目を掘ってね、こう池のところをこういうふうに色で塗ってある。粋だね。すみません、大人2枚で。はい、ありがとうございます。400円のお返しですね。はい、園内のこちらです。はい、ありがとうございます。早速風情がある。わーおーすごい、なんかこんな間近に東京ドームの屋根が見えるんだね。いやー、ハスの葉っぱも今はもう花は散っちゃってないけれども、ハスの実がねこの夏の終わりを、秋の入り口を感じますね。わあ、カモがたくさん。はい、カモ。マロヤ、昔の田舎のわびた茶屋の佇まいを表している。こういうところにこう座って眺めるね、庭園の景色っていうのも、この屋根も絵の一部になるから見え方がね違ってくるのね。これも今しかないんじゃない、この橋も。ちょうどここの調査の工事をしているんですって、この滝の部分の。面白いよね、なんか考え方を変えれば、なんだ滝見たかったのにっていうふうに最初思ってても、でもこの景色なんて今しか見れないんだよななんて思うとラッキーだよね。それにしてもやっぱりこういうところにいる鯉とか
寄ってくるもんねすごい勢いで寄ってきて、やっぱ何かもらえるとでも思っているのかしら。君たちはもう野生じゃないね。なんかもうすでになった気分。普段は通れない道がこう開いて、こっちの絵なんてほらもうこんなそんな気分になる。特別な。すごいね、このもみじの木が垂れ込めてるこの角度が、こういうさ皆さん足元には注意しましょうね。これもう思い出になるのよ。カカシなんて久しぶりに見た。なかなか都内だとね、都心だと見ないね。それにしても公園の中にこうやって稲を育ててるなんてね、よくよく考えたらすごい珍しいね。九八屋。ここは酒場だったみたい。ここもまあ復元された建物で、これは昭和34年だから1959年に復元された建物みたい。こういうところで、あ、でね、実際に来ていただいたらきっと感じていただけるんだけど、実はねこれもう四方が窓になってて、風が通るようになってるんですね。だから空気がこもっていなくて、すごくね心地いい風が中に吹いてきているので、まあ冬場なんかはね、酔い覚ましの冷たい風なんかも程よくね、酔っ払ったらここを開けて中に風入れてね、もちろん閉められるようになってるから、冬場は寸断して立ちの悪い酔っ払いが出たらバーって風開けてね、追い返したりしたのかしら。一杯美味しいお酒をいただきたいところだね。円月橋。わあ、ここを昔は渡ったわけだ。へえ。すべて石で作られた橋なんて、もう今じゃ見ないよね。すごい。これを今の時代じゃなくて、その当時に人の手で作られてるわけだからね。それにしても水がきれいだね。こう水面の太陽が水面に反射した絵が石にね
まるでこうプロジェクションマッピングのように映ってるの。綺麗。もちろんね、数百年前なんかないからそんな技術はね。でもね、十分こういう景色を見ながら楽しめたことでしょう。だって今見たって本当に綺麗だなと思うもの。八華堂跡。ここは関東大震災で焼失してしまったということで、元はこういう建物がここに建ってたみたい。やっぱその天災災害にはねかなわないからね。本当だから今こうして見ている街の景色もそうだし、こういうものもね、もう永遠ではないってこと。まあ人のその手を加えられて復元はされても、同じ姿を留めておくことは難しいからね。きれい。カラモン跡。ここに門があったんだ。内庭から公園に入るもんで、ここも戦争で焼失してしまったみたい。今私が立っているこの位置がまさにそうだったっていうこと。石畳だけがその名残を残して、あとは全部もう燃えてなくなってしまった。あ、蓮だ。蓮って朝早い時間にもう閉じてしまうものだと認識しているんだけど、こう種類によってはまだね、今まあ10時近くだけどバリバリ現役って感じ。いやー、こう小石川後楽園を一周してみて、
こう時代が経過するごとに、特にここ数十年はこういった素晴らしい、まあ、建築物だったり遺跡だったり、そういったものを人の手で守ろうとしているっていうことが、この小石川後楽園は特にね、温かく身に染みて感じるような場所だなって思いましたね。あとやっぱり戦争や地震などで亡くなってしまった建物というのがやはり多かっただけに、まあ自然の災害やそういったものにはどうしても人は太刀打ちできないのでね、今こう普通に日常生活の中で当たり前だなって思ってる景色とか、そういったものも実は当たり前じゃなくて、もっとなんかこう特別な気持ちで毎日送れるような、そんな力がこの場所にはあったなって回ってみて思いました。でも本当に綺麗。というわけで、私は今ラクーア、後楽園遊園地に、最終地点ということで来ています。実は今日は、休日なのでね、こう賑わっていますが、目的はあの怖いマシンじゃなくて、今日来た、街並みを一望できる私の大好きなあのカプセルに乗ってみたいと思います。はい、足元お気をつけくださいね。はい、どうも。はい、こちら主役15分です。中ではこちらの注意事項をお守りください。はい、どうも。いやー、久々に乗ってしまったビッグオー、これがこのね、東京ドームシティアトラクションズの目玉の観覧車。観覧車って普通なんていうの、こう真ん中から鉄が伸びてて、そこにカプセルがぶら下がってるっていうものなんだけど、このビッグオーは中がこう本当にタイトルのように空洞になってて、その円そのものが、リングそのものにカプセルがついてて回っているっていう。そしてそのね、大の字のこの観覧車の間をジェットコースターが通り抜けていくという、なんともね、スリリングなこの目玉の観覧車ですね。こう観覧車が上がっていくと、景色の全貌がね、地上からは見れないアングルで普段歩いてる街並みが見えてくるわけなんだけど、もう大人になると遊園地なんて本当来る機会がなかなかないから、久しぶりに来て空からこう街を見下ろすと、結構様変わりしている場所が見えたり、なんかほんとこう
タイムカプセルというかタイムマシーンに乗ったような気持ちになることがあります。さっき見上げていた東京ドームの屋根がもう同じ目線でねこう見えるっていう、こうタイムカプセルに乗らなきゃなかなか気づかない日常の変化でも、こういうなんてことない日常の変化っていうのに気を止めて意識をして毎日を過ごすことができたら本当により日常が彩られるんじゃないかなっていうことを今日この後楽園の街を巡ってみて改めて感じました。さあそろそろ頂上だ。私はもう少しこのビッグオーでこの東京の街並みを堪能してみたいと思います。それではメンディーでした。Oh.
はい。